はい。ということで今回はですね、本編に入る前に一つお知らせしたいことがあります。それは何かというと、前回の動画のサムネイルを見てみてください。まあ普通なんですよ、通常は史上最強武器ってね、虹色に出て、ですがその右上をご覧ください。なんと化け物が武器来てしまったになってたんですよ。もうね、もう編集とか頑張りすぎて、もうねちょっとね、もう頭がおかしくなってきてるんですよ。なのでまあね、ちょっともうあげちゃったものあげちゃったので、正気ともできないんですけど、次から気をつけるようにします。それだけです。今回の本編は、僕昔まで使ってたコントローラーがありまして、プロコンかな、プロコンがありまして、そのコントローラーに変えればもしかしたら強くなれるかもしれないということで、検証をやっていきたいと思います。で、ちなみにそのコントローラーめちゃくちゃカチャカチャ音とかなるかもしれないので、よろしくお願いします。はい、ということでね、来たんですけど、まあね、まあ前のラウンドは、まあ僕結構見てたんですけど、真剣に。ちょっとね、外役武器がありました。その名も、ミシックミニガン。終わってましたね。てか、ミシックミニガンなんてあったっけ？ほら、これやばいでしょ。まあ、これ僕が一番得意な武器。アサルトの中で一番好きな武器。これは最強。でも回復がない。よっしゃ。サブマいるかな？コントローラー変えて、もうこれ昔のコントローラーで、なんだっけ、結構1年半ぶりぐらいにこのコントロール使ってるので、はい、ちょっとね、僕何も練習してません。何も練習してないので、もしかしたら強くなってるかもしれないし、めちゃくちゃ弱くなってる。でも僕はただ単にエイムが良くなりたいだけ。変わんないのね、コントローラー変えても変わんない系男子。やばいやばいやばい、待って待って待って、キモいキモい、どうかどうかお許しください。どうかどうかどうか、逃げましたよ。やばい、危ない。あ、おじゃる結構やばい、やばい、待って。OK。まずはね、一旦落ち着いて、まあ、勝つことが目的だから。キルすることが目的なんじゃないか。やめて。ほっ、おい。皆さん見てください。チート武器があります。おい、やばいって。スカイのグラップラーあるやん。これね、グレーン投げるときはね、ここにね、ピンをつけてね、投げるのがね、一番有効。なんでなん？これめちゃくちゃ変な場所に投げとるやん。お願い、お願い。やばいって。待って、待って、この距離で。いけないか、さすがにね。まあ。俺のエイムを発生しそうになった。俺のエイム、エイム。おー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 、普通にいいかもしれない。普通に当たってるけど、ほらこれ見て、普通に当たってる。やばい死んだ。こっち来んな、お前マジで。来ないで来ないで
様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？止まってるやろ。気がついてよお前マジ。よしよしよし、はい、もうねこのラウンドでねこの動画をね終わりにしていきたいと思うんですが、今回はねマジで、はい、普通のコントロールね買いました。マジでこのままじゃ動画がねちょっとね最悪のパターンになってしまうので、ちょっとね本当に良くないんですけど、今からこれ、あの BGM が入ります。はい、レッド、逃げのプロ。逃げのプロ参戦です。オッケー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 。なんかいる。やめて。同じかよ。やばい。勝てる。いや、でもめちゃめちゃ強い人がいるから。この人たちの倒せが。増えたよ。資材はいつも以上に増えた。勝てる。あ、強い人だ。終わった。動画やめてください。いけ、貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もう帰ってこの感じがします。